動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。残念なことに土曜日に休日出勤が決まってしまいましたので、土曜日の放送今週はちょっと難しいかなという感じでしたね。まあネタもちょっと定まってなかったんで、1日休むかなというのと、あと来週再来週は国家試験の、試験日ですので、ちょっとね、できないかもしれないなと思いつつ、しかも勉強もできてないですからね。こうやってちょっとお仕事忙しいとなんかね、できないなっていうところがね、残念でございますけども、まあまあ仕方がないですけど、それは。はい。で、今日はなんだ、皆既月食。皆既月食で、なんかみんな空を向いてね、なんか、ああ、みんな同じ空を向いてるんだなみたいなこと言いますけども、なんかね、そうですかって感じで。なんか400年後なんですよね、また次見れるのが。だから、なんかみんな貴重だからって写真に収めたりスマホに収めたり、なんか下手すると YouTube で配信してたりとか、いろんなことやってますけどもね。まあ自分の生での目で見るよりも YouTube で見た方がなんか綺麗に見えるから、僕はそっちの方がいいんじゃねえかなって思うんですよね。で、まあ月食してました。ちょっと見てきたんでですね。うん。まあ今もやってるのか。ね。今もやってるわけでございますのでですね。ちょっとなんか今 YouTube を開いちゃいましたけど、天王星が見えるの。天王星が見えて、るわけです。まあ肉眼で見れないからね、なんかこう自分の目でしっかり見れるぐらいなんか視力は残しておきたいななんて思いますね。それよりはなんか今冬の時期に来る鳥なんかっていうのを僕は見つけたいななんて思いますけども、はい。皆様はね、見ましたでしょうか、月を見たでしょうか。僕はなんかなかなか上を向くことができますね。さあ、ということで今日も動物じゃなくて動物園のニュース読んでいきましょうかね。上野動物園の新たな乗り物2026年度に使うというお話。上野動物園、東京都は、11月7日、老朽化により運行を休止している御社上野動物園のモノレールの代替となる新たな乗り物の整備方針を発表した。新たな乗り物は小型モノレールなどコンパクトな乗り物を想定し、2026年度の供用開始を目指す。都は上野動物園の魅力の向上及び安全で快適な移動手段の確保を図るため、上野動物園モノレールの代替となる新たな乗り物を整備することにしている。発表された御社上野動物園新たな乗り物の整備に関する基本方針は、民間事業者と連携を図りながら新たな乗り物の整備を進めていくにあたり、都の基本的な考え方を示す。それによると、新たな乗り物はコンパクトな乗り物、小型モノレールなどとすることと、ことを想定とし、現在の上野動物園のモノレールと同等以上の輸送量を確保できる施設とする。また乗り物として楽しさを備えるなど、動物園の魅力を高め広く来園者に親しまれる乗り物とする。ルートは現存の上野動物園モノレールのルートを最大限活用する。ただし新たな西園の乗降場は現存の上野動物園モノレールの、西園駅舎よりも、忍ばずの池側に、移動した位置に設置する。まあなかなかこう地理的にあんまり行ったことがないのでね、パッとは思い浮かびませんけど、まあ忍ばずの池、側に移動するっていうことなんで、まあ、あの辺に移動しやすくなるのかなっていう感じしますよね。まあまあ上からね、その忍ばずの池見えると、少しなんかその観光的な部分でもちょっと楽しいのかなっていうふうに思いますのでですね、まあそういうルートになるんだったらいいんじゃねえかななんて思いますよね。新たな乗り物の整備については、企画設計建設を担う事業者を公募により選定する。現在予定としているスケジュール、2023年度に公募要項を公表、事業者を決定する。で、2024年度から設計工事で、2026年度中に供用を開始するということでございますのでですね、どこが作るのかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ一つ
目玉になってくるのかなと思いますし、まあ絶対ニュースとかでは取り上げられるだろうと思いますので、なんかいいものを作ってほしいですね。少なくともなんかこう談合とか汚職に関わるようなそんな事業者は東京は選ばないと思いますからね。公正貧困のね、東京都でございますから、しかもですよ、もうね立派な方がね都知事をやっておりますからね、もう綺麗綺麗なお方がやってますからね。なんかそういう選定というのはしっかりやってくれると思いますので、楽しみに見ておきたいなと思います。ということでございまして、今日のニュースは上野動物園の新たな乗り物2026年度に供用を開始ということでございました。